いつもご視聴ありがとうございます。 MLB 大谷翔平11試合連続安打もえぐん逆転負け、4連勝ならず、同点の7回に痛恨に被弾。エンゼルスの大谷翔平投手は2番 DH でレンジャーズ戦にスタメン出場。第3打席でヒットを放ち、11試合連続安打と今季自己最長を更新しました。試合は終盤まで1対1で進む好ゲームとなっていましたが、エンゼルスが7回にピッチャーの代わり花に痛恨の連続アーチを浴び、逆転負けを喫しました。大谷選手は第1打席フォアボールを選んで3試合にまたがり、7打席連続出塁をマーク。第2打席は見逃し三振に倒れたものの、第3打席でレフト前にヒットを放ち、今季自己最長を更新する11試合連続安打を記録します。第4打席はセカンドゴロ、第5打席は今季21号ツーランを放ち、4打数2安打という結果となりました。6月は52打数22安打で打率4割2分3厘6本塁打14打点と絶好調。通算の打撃成績は68試合で264打数79安打21本塁打52打点打率2割9分9厘10盗塁となりました。試合は3回にエンゼルスが1点を先制するも、その裏タベラス選手のソロホームランですぐさま同点に追いつかれてしまいます。1対1と同点のまま迎えた7回、この回からマウンドに上がったエンゼルスの2番手ハーゲット選手がセミエン選手に勝ち越しのツーランを許すと、さらに続くシーガー選手にもソロホームランを浴び、3点のビハインドに。結局これが決定打となり、エンゼルスが敗戦。明日の大谷選手の二刀流登板に弾みをつけるためにも勝っておきたい試合でしたが、連勝は3でストップしました。ネット上では、止まりませんね、本塁打の量産体制に入りました、ジャッジが不在の期間に本塁打の貯金をたくさん作っていただきたい、リアルに本塁打王が狙えそう、絶好調やね、欲を言えば連勝で明日を迎えたかったけど、そこは仕方ない、明日しっかり投げて打って勝ってほしい。ちょっと手がつけられない感じになってきましたね。明日は久しぶりの先発勝利期待します、といった称賛の声が並びました。とどまることを知らない大谷選手の打棒。最近ではこの世に人間の姿で現れた神を意味する荒人神とも評されている大谷選手。そんな絶好調大谷選手について、対戦相手であるレンジャーズの最強コンビが語ったある言葉に大きな注目が集まっているといいます。また MLB 公式番組で放送された大谷選手の6月好調の理由についても大きな話題となっています。一体どんな内容なのでしょうか。では気になるその中身を見ていきましょう。止まらない大谷翔平、キング独走体制の21号アーチは138メートルの特大弾。この日も複数安打で6月の月間打率4割2分3厘。大谷選手は第1打席先発ヒーニー選手からフォアボールを選び、7打席連続出塁とすると、第2打席は三振に倒れたものの、第3打席で11試合連続安打となるレフト前ヒットを放ちます。そして衝撃だったのが、5点を追う9回西2塁の第5打席、レンジャーズのクローザーのスミス選手から左中間に完璧な当たりの21号ツーラン。飛距離は453フィート、約 138.2m の特大弾。12日、同13日のレンジャーズ戦の19号同点ソロ、20号決勝ツーラン以来2試合ぶりの本塁打で、ア・リーグの本塁打争いで2位のジャッジ選手に2本差としました。また、11日、同12日のマリナーズ戦から4試合連続マルチ安打としています。これで6月に入って6本目で、直近では3戦3発と絶好調。シーズン49発ペースで敵地は騒然となりました。ツイッター上では米メディアの関係者からも驚きの声が続々と上がっています。米カリフォルニア州地元局バリースポーツウェストのレポーターのエリカ・ウェストン氏は、翔平がまたもや2階席への21号を放った。彼は明日登板する。
と登板前日の一発に笑うしかない様子。大谷マニアで知られる米スポーツ専門局FOX スポーツのアナリストのベン・バーランダー氏も、翔平大谷の本塁打が止まらないと量産ぶりに愕然としました。米メディアジ・アスレチックのサム・ブラム記者は、大谷翔平が今季21本目の本塁打を放った。逆方向に飛んだ。エンゼルスは6対3で9回を迎えていると語り、2階席まで飛んだ逆方向の特大弾に驚きのコメントを残しています。ネット上では、明日の対戦に向けてチームの闘争心をかきたてる大きな意味ある一打、相手は5点差でもクローザーを出してエンゼルスと大谷の連日の勢いを完全に止めにかかってきた。明日は初回からチーム全体で闘争心を前面に出してエース対決を制し、このシリーズの勝ち越しを決め、ポストシーズン争いに名乗りを上げてほしい。左の守護神をコッパみじんに打ち砕いただけで今日は満足。今日はランナー置いての場面がなかっただけに、最後ホームラン2打点で OPS 詰めたし、モヤモヤが失せてフラットな気分で明日迎えられる。明日は勝ってほしい。大谷に勝ちがつかなくてもチームが勝ってほしい。といったコメントが上がっていました。大谷選手ファンの方ならご存知かもしれませんが、この試合でレンジャーズの先発を務めたのは、2021年シーズン途中まで大谷選手の同僚で仲良しだった左腕アンドリュー・ヒーニー選手でした。エンゼルス時代は大谷選手とアイスホッケーやバスケットボール観戦に出かけるなど、プライベートでも距離が近かったヒーニー選手。過去に左肘のトミー・ジョン手術を受け、その後に復活を遂げており、同じ経験をした大谷選手にとっては心強い存在でした。大谷選手の人間性についてヒーニー選手は、紳士的でいいやつ、負けず嫌いだねと語っています。そしてこの日は大谷選手が兄貴分のヒーニー選手から見事にヒットを放ちました。こういった元同僚とのやり取りや対決にも今後注目ですね。大谷翔平には眠っていてほしい。レンジャーズ455億円男が本音ポロリ。正直あの怪物を。大谷選手は13日日本時間14日の敵地レンジャーズ戦、2打数2安打3フォアボールと5打席すべて出塁。9回には今季10盗塁目もマークする活躍で7対3の勝利に貢献しました。そして試合前にはワールドシリーズ MVP に輝いたこともあるレンジャーズの最強打者の一人コーリー・シーガー選手が米メディアに出演、大谷選手について敬意あふれる本音を語っていました。シーガー選手といえば、2012年にドラフト1巡目全体18位指名でドジャース入り。これまでに新人王、シルバースラッガー賞2度、ワールドシリーズ MVP などに輝き、21年オフに10年総額3億2500万ドル、約455億円でレンジャーズと契約したメジャーを代表するスター選手の一人です。13日の試合前、米テキサス州地元ラジオ局 KRLD-FM 公式 YouTube チャンネルで、シーガー選手が同局番組 G-BACK ネーションに電話出演した様子が公開されました。大谷選手一人にホームラン2発を食らい、逆転負けを喫した前日12日の試合について問われ、今日もただ勝ちに行くだけ、彼にはゲーム後半にダメージを与えられたけど、今日は新たな日、できることをやって勝つのみさと意気込みを語りました。しかしバスケットボールのようにスター選手同士が好プレーでやり合うみたいなことはあるかと問われると、思わず本音がポロリ。正直に言うと、あのモンスターを目覚めさせたくはないよ。彼にはいつまでも眠っていてほしいから、余計なモチベーションは与えないようにするよと冗談めかしながら大谷選手に敬意を向けました。またシーガー選手は2022年のオールスターの際に大谷選手について語っていて、彼はいい選手だよ、本当にいい才能を持っている、投手大谷との対戦は本当に手強いよ、間違いなくこれは楽しめる類の対戦ではないと、改めて大谷選手との対戦がただ楽しいだけのものではないことを語っていました。このシーガー選手とともにレンジャーズの最強1、2番コンビとして今季躍動しているマーカス・セミエン選手も、
過去に大谷選手についてコメントを残しています。当時アスレチックスに所属していた際に、試合後大谷選手との対決について問われ、自分としては高めの速球を狙っていて最初の2打席では来なかったと振り返り、さらに速球は99マイル約159キロあったから本当に苦労したよ、ヒットした時はやっとゾーン高めの速球が来た、こういうアプローチだったけど、彼がひたすらミスをしないなら僕としてはただあがくしかないよねと脱帽のコメントを残していました。また名将で知られるレンジャーズのボーチー監督も、規格外の活躍を見せる大谷選手について、ユニコーンを超える選手なんていないよ、この選手投打両方でやっていることがとにかく驚異的だ、あの2本の本塁打はすごかった、なんと力強いんだ、我々の左投手は彼に対してよく抑えていたはずだったのだが、歩かせることも一つの選択肢だったかもしれないと称賛。ジャイアンツの監督を務めていた2017年オフには、ポスティングシステムでメジャー移籍を目指していた大谷選手の獲得に関わっていたボーチー監督、その当時を振り返り、当時は彼が二刀流でやっていけるのか正直わからなかったが、彼は本当にやってのけた、いかに優れた能力を持った選手かということを証明したんだと大谷選手のポテンシャルを絶賛しています。ネット上では、シーガー兄弟の末っ子ちゃんだね、カイルは引退したんだね、コーリーに大谷さんは眠っていてほしいと言わせるとは、大谷さんは昨日キンズラーさんにも会ったし、今日もお目目パッチリだよ、残念でした、ア・リーグ西地区のトップで、テキサスも今年は調子いいね、コーリーも頑張ってね。WBC 前からもう100日、守備につかない DH としても、中、3とか5とかで先発して6回は投げ切りながら、MLB のレジェンドや名選手が、彼は化け物というのが当たり前になってるのを、ふーん、と当然のように読んでいたが、自軍の期待の若手から他チームのバリバリ主力まで、どんどん故障調整してるのに、大谷君は時に熱く、時に涼しく、時になだらかに出続けて躍動している、このさマジでバケモンに感じる、4月は休めと焦ってた、5月はチームとして休ませろと思ってた、今はただただ見続けてる、うお、やった、嘘、やった、またやった、やっぱやった、彼を追っかけてたはずが彼の尻尾に乗っかって野球の景色がどんどん変わるのを見せられてるといったコメントが上がっていました。大谷翔平と勝負してはならない専門家が分析、絶好調6月の凄さの要因、6月に入って打率4割2分3厘6本塁打14打点と化け物級の活躍を見せている大谷選手、絶好調モードに突入した二刀流スターについて、元メジャーリーガーで現在はアナリストのゼイビアスクラックス氏がその打棒を解説しました。2014年から3年間メジャーでプレーしたスクラック氏は、米ラジオ局 MLB ネットワークラジオの番組ザ・リードオフ・スポットで大谷選手について言及、12日日本時間13日のレンジャーズ戦で2本塁打を放ち20号に到達、ア・リーグ単独トップに立ったことを受け、今大谷とまともに勝負するのはとても難しいと語りました。スラックス氏は大谷選手が外角球に対応できることを挙げた上で、内角をついても逆方向にオーバーフェンスできるパワーの持ち主だと指摘、彼がどれだけパワーがあるかの証拠であり、スイングをボールの軌道に合わせることもできる、大谷は打球を引っ張る必要性を感じていない、それは彼が飛距離を出せるからだと説明していました。そして最後に、翔平大谷というのは好調になったら勝負してはならないと、もはやアドバイスでも何でもないコメントで締めていました。それだけ今の大谷選手は資格がない状態にあるということの表れかもしれませんが、専門家の中には、相手チームは今後大谷選手に対して至急攻めも多くなるだろうと予想しています。実際大谷選手はここ数年、得点圏に走者がいて一塁が空いているとハンデをしたように勝負を避けられるケースが頻繁に見られました。申告敬遠は昨季リーグ3位の14個、
2021年が同1位の20個と相手バッテリーに警戒されてきただけに、今後シーズンを追うごとに歩かされる場面が増えそうなのは間違いなさそうですね。昨季までの大谷選手は申告敬遠で歩かされたことへのやり場のない怒りもあったのか、次の打席や試合では力みもあって当たりが止まってしまうといったことも珍しくなかっただけに、トラウト選手やレンドン選手などの後続の打者たちの活躍が今後の鍵となりそうですね。ネット上では、確かに今の大谷との得点圏での勝負は避けた方が賢明ですね。でもそうやって勝ちにこだわって敬遠ばかりしていては野球の人気が出ないのではと思います。勝ち負けはプロだから当然大事ですが、お客さんが手に汗握る場面でスーパースターがホームランを打つ、または三振で抑える、これが野球の醍醐味ですからね。今年は不調とはいえトラウトがいるし、他のメンバーも総じて調子がいいので、2021年の時ほど勝負を避けられることはないのではないかな。今の調子を最後まで続けるのは難しいかもしれないが、過去最高のスタッツ、特にホームラン王を期待できると思う。シーズン最後までプレーオフ争いや個人成績で楽しませてくれそうな予感がします、といったコメントが上がっていました。あなたはどう思いますか？